皆さんこんばんは。今夜も始まりました、市議の一人では長すぎる夜。本屋に行って気分を台無しにされた市議と、最近 Kindle をすごく使うようになって来月の請求が怖い、翔平です。名前の前で、いや名字いつもね、その自分の名前で呼ぶっていう文化がないから。ああ、そうか、まあ、自分でね、自分のことをね、翔平はねとか言わないもんね。そうそう、女性か、女性じゃないからさ、そこには突っ込んでくれない、ね、女性っていうところには共通点がありましたね。何？本の。そうそうそう、今言われて思い出した、確かになと思って、私この間本屋さんに行って、すごい真面目な本読んでたんですね、それでそこの世界観に浸ってたわけですよ、はい、そしたら隣に、ま、1メートルちょっとぐらい隣におじさんかおじいさんみたいな人が隣に来て立ち読みしてたんです、おじさんかおじいさんみたいな人、ちゃんと見てないから定かじゃない、60代前後とか、そしたらさ、はい、いきなりブーって言って、おじさんが放棄しちゃった。何言ってるの、すごい静かな本屋でブーって言って、私がすごく真面目な本を読んでいたんですけど、その後の文字が全部そのブーッと頭の中でもう読めなくて、何度も再生されて、悲しい、つらかった、それはつらい、読めなくなっちゃったのね。全然読めなかった、入ってこなかった、全然入んないだろうね、それね。こんなになんかこう人の世界観をこうなんか侵略するような存在感ってなかなかないなと思う、まあ、思ったね。放棄だからね。結構、はい、本屋さんで静かだから、人の存在を感じやすくて、はいはいはい、割とこうなんか下品な人がね目立つ、バーンもそうだけど、ね、なんか普通にゲップをウェーとかしたりなんかなって思って、それでも普通の段階、普通の時でも嫌だけど、嫌だけど、嫌なんだけどさ、静寂がすごいからめちゃくちゃ目立つわけよ。そうだね、その汚い、より一層目立っちゃうね。なんかねすごい神経質になりました。それは、はいって、 Kindle はめちゃくちゃ面白いよね。面白いっていうか、ね、読んでるものが面白いっていうのはあるけど、ちょっとね、別に今まで大したこだわりなかったんだけど、どうしても紙じゃいけないなきゃダメだとかさ、そういうのはなかったんだけど、別に何も考えずに何もやらなかったわけ今まで、でだけどこう読みたい本とかがあって、それをこうパッと開くのにやっぱりスマートフォンの方が早いなと思って、でそれでそんなに紙としてもう保存しなくてもいいかなっていうようなものをねダウンロードして買ってたりしたら、すごい買っちゃったよね。Amazon にあるワンクリックで今すぐダウンロードみたいなボタンがありますね。あれがねやばい、あれがやばい、魔のボタンね、もうすごい、あれをじゃすごいことだよね。すごいよ、もうすぐ見れちゃうわね。あんなにさ待ち望んでいたのに今までは、早くても明日お届けみたいな感じで書いてあったよ、もう明日届いちゃうのとか思ってたのに、すぐ読めちゃうなんてやばいよね。しかも無料サンプルもあるしさ、無料サンプルでもたまにさ、本当に2ページとか3ページのやつとかない、あるある。嘘、わかんないじゃんそれ。いや全然わかんない、サンプルにもなってねえ。いやサンプルとしてはまあわかるけど、絵の感じとかわかるけど、ああ漫画？漫画で、漫画とかね。漫画読んだないから分からない、 Kindle で。
あ、今漫画読んでることバカにしたでしょ。バカにしてないよ。絶対バカにしたでしょ。普通のあの何単行本のやつしか読んでないから。だから漫画だって単行本ですよ。あ、そうなんですか。あ、それは失礼しました。しけしけおまじないですね。そう、はい、漫画をすごい久しぶりに、久しぶりにっていうか漫画実際めちゃくちゃ読むんだけど、去年全然買わなくて、うん、で今年はちょっとダメ、それ忘れてしまうから、そういう感覚を買うようにしようと思って、うん、で買ってたら、まあ、流れて Kindle でも本を買ったり漫画を買ったりしてたら、まあ、漫画の方が圧倒的に多くなっちゃってね。へえ、すごい買っちゃうよねあれ、うん、まとめ買いとかさできちゃうんだよ。あ、漫画だと。そうそうそう。へえ、まあ、新書とかだったら一冊とかだからさ、うん、あっても上下、私は一冊上下感じゃん、あってもね。えだってまとめ買いなんつったらあんたすごいじゃない。そうだから5、6千いっちゃう。えぇ、いっちゃうじゃん。やばば。でしかもそれが漫画だったりするとさ、恐ろしい、うん、すぐ終わっちゃうのよ。うん、で私ね変な癖があって、はい、変な癖っていうか、まあ、その漫画読んだりするじゃない、映画とか見てるといいんだけど、はい、その最終回にたどり着いちゃうとすごい切ない気持ちになるの。うん、うん、あのものすごく暗い映画とか暗い漫画とかあったらもうそのままいいんだけど、うん、あの少年誌とかちょっとした青年誌とかにあるあのちょっと軽く失っただけで、はい、ちょっとだけ前を向いて生きていこうみたいなあの感じで終わられるとね、はい、もうたまたまじゃないのよ。だから終わり方の話ですか。すごい好きいいなと思うんだけど、うん、なんかあの振られたような気持ちになっちゃって、ああそうみたいな。そうそうそう、あと追ってしまう、ちょっと置いてかれたような気持ちになる、置いてかれちゃうのよ、ね、置いてかれない、うん、置いてかれたくないし、この感覚を維持してるとちょっと辛いから、うん、すぐに取り消そうと思って違う漫画を買っちゃうの、うん、それがすぐできちゃうじゃない、あの大小行為、そうやばい、ね、その漫画家のその作家のシリーズとかもう、あーなるほどね、全部いっちゃったのよ、あとをたどっていってしまうのね。でまさにそのそれはわかります。そうそうそう、私も今、はい、やってしまってすごい買ったよね。でそれがさ、あの最初に読んでたやつが2巻までしかなくて、うん、まだ2巻、期間が2巻だったのよ、うん、完結してない、うんうん、でこれは先が気になると、うん、でこれじゃ次いつ出るんだって言ったら、あそれあの読んでたのは、うん、血の輪立ちって押見修造さんの、はい、血の輪立ちって作品今やってるやつなんだけど、はい、まあ、それが結構内容がヘビーで、うん、まあ、押見修造作品だからヘビーなんだけど、今までの感じとはまたちょっと一風変わったヘビーさで、うーん、で、まあ、それが気になってしょうがない、はい、でも次出るのが4月とか2ヶ月後先、おー、結構先ですね。これはもう忘れるしかないじゃん。忘れるしかないんだけど、うん、今のこの時はちょまずちょっとダメだと、これ気になりすぎてやばいから、うん、あと一冊ぐらい買おうと、うん、落ち着かないからね。そうそうそう、であんまり僕あの見たいなと思ってた作品もたくさんあったんだけど、おしみ先生の作品でもね、はい、見たいなと思ったのあったんだけど、なかなかなくあの見る機会がなくて、はい、買わずじまいだったんですよ、うん、その次に、うん、あの以前後輩がいいと言ってた作品、ハピネスって作品があって、はい、ハピネスが7巻まであった、7巻まで出てるんですよ。あ、これでも一気に完結して、これちょっとスカッとして終わろうと思って、うん、なんかその不完全燃焼だったから、うん、でハピネスっていうのを読んでたんですよ。これまた面白くて、はい、すごい面白かった、はい、で6巻ぐらいまで行った時にこれはあと1冊で終わってしまうと、うん、やばいと。でしかもそもそもどう終わるんだこれと思ってたのね、はい、7巻に行くじゃない、うん、地下へ続くって書いてある。終わってね、いや終わってねえじゃんこれと思って。でよく見たら完結って思い込んでただけで期間がなかった。あ、それも続いてるの。出た、今連載中だこれ。これちょっとダメだ、もう取り残されまくってるわけよ、気持ちが、うん、まずいと。
だからこれでもうその時点ですでに、ね、その2巻とプラス7巻とかもう9冊ぐらいセットで買っちゃって、そうですね、でその後にこれも久しぶりに読もうと思って、以前あの非常に売れた悪の花という本をですね、はい、あれが11巻あるんですけど11巻セットでまとめ買いしようか悩むんですよ、うん、悩むけど11巻はさすがにないと思う、5000円がいっちゃうからね、うん、だから別の、うん、1冊で終わるやつとか、しのちゃんは自分の名前が言えないってさ、まあ1冊でしたらね、そんなにやったんだけど、もうそれもう全然不完全燃焼になっちゃって、なんでライトに終わっちゃったの。あだから もっとえぐられたかったんだけど、えぐられないで終わっちゃったのそれハピネスっていうやつもものすごい吸血鬼のお話なんだけど、もうちょっとそういうのって軽い性癖みたいだよね。そうそうそう、もうちょっとこれ、これやばいなこの角度から来てくれないとさ、そうそうそう、ちょっと感じないんだよ、ね、もっともっとえぐってほしいわけ、うんうん、でそれでまあ結局悪の花を言って11巻買うじゃない、そうすると割と壮大だから、はい、で壮大な気持ちになって終わったら、それはものすごい壮大な切なさに襲われたわけよ。その後に漂流ネットカフェっていうのがありまして、9巻ぐらい買いました、はい、9巻じゃない、あれも8巻とか、違う、6巻忘れちゃった、そのぐらい買ったんで、まあ、たくさん買ったんですよ。もうそれで押見修造先生の作品を Kindle でほぼ買えるやつを全部買ってしまったっていう、ね、あなたが納得のいくラストって何なんですか。いやでも悪の花のラストはめちゃくちゃ良かった、うん、えぐられた、全部良かったね。その漂流ネットカフェに関してもすごい読んだことがなかったから、昔の作品なんだけど、すごい残酷なシーンとかもたくさんあるんだけど、面白かったね、うん、すごくすごい人だなと思って、うーんでもその本当に血の輪立ちってやつは本当にやばい、やばかった、内容を話すともうエンドレスになっちゃうから今は口をつぐんだけど、気になる人は Kindle で、あれも幅をさ、こういろいろ本置いてあるけど、幅取らないから実感がないんだろうね。そう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 、うん、まだいけちゃうじゃん。そういう点で考えると収納しなくて済むから、うん、だからまあいいのかもね、買いすぎちゃうのかもね、買いすぎる、うん、たまにあのレコードとか CD とかだと部屋中にもうその部屋がその部屋とかいるからねそういう人もね、え、どういうこと？やっぱ部屋中がその部屋っていう部屋、ね、部屋中がその部屋レコードまみれ、部屋中がレコードだらけとか、うん、そう、小説まみれとかさ、あそういうことね、あるね、あれも一種の癖だよね。十分変態で平気ある？あるでしょ、あんた。ある？あ、私？あなたか？どっちでもいいんだけどさあとはあるでしょ、平気まみれ、平気まみれでしょ、平気まみれでしょ、平気まみれあれが好きじゃないの？ワン？ワン？そもそもあれが好きなの？何ですか？大好きです。なんですかね。まあでもこれ言ったらこれはちょっとあれだ軽く不時着なんでそれちょっと私のせいみたいな感じにしてだって あなたが振ったことでしょ。だって知らなかった、そんな言いたくないことだった。言いたくないわけじゃないけど、別にそうなるのに他人に言うことじゃないんじゃないかって。じゃああなたが何の AV を見てるかなんて今ここで言う話じゃないじゃないですか。言える。まあ言う話ではないけど、一番最近見たやつは、あれだね。あれだね。完全に個人撮影のやつだね。最近の。あの AV についての
なんか傾向を書いたやつを見たんだけど、この間なんか昔と違ってすごい内容を事細かに書かないと売り上げが伸びないって書いてあった。あ、ジャケットになのかな、なんかタイトルなのか文章なのか。タイトルかもね。タイトルはもう漫画みたいになってきてるから、あのエロ漫画にあったカテゴリーとかが、うん、AV でももうそのまんまそれが今やってると思う。アヘ顔とかすごくわからない、わからないものには手を出さなくなってるみたいな、あそういう傾向にあるっていう。あ、やっぱりそういう保守傾向が守りに入ってるのかな。1限目映画。このコーナーでは映画のタイトルが書かれたたくさんの紙の中から市議が1枚選び、そこに書かれている映画のタイトルからどんな映画かを予想し、翌週までにその映画を見て予想と合っているか、またその感想を話すコーナーです。さあ、前回の市議が引いた映画を覚えているでしょうか。振り返ってみましょう。はい、はい、新しい人生の始め方。ここまでね、細かく言っちゃうとね、はい、困りますね。困る。ニューライフ、スタートニューライフ。スタートニューライフ。I want スタートニューライフ。3回も4回も同じこと言う。いや、実際さ、はい、それで伝わるんだよきっと。想像させなきゃいけない。会話なんで。もうちょっと伝わる気がするけどね。なるみは。え？なるみは？なるみ。なるみっていうキャラクターってこと？そういうことあるよね。なるみはって新しい曲を作ったこと。いや、これで、あ、悩むな、どっちだろう。いや、でもこのタイトルの感じ外国っぽいな。新しい人生の始め方とかなんか予告で出てきそうな。そう、うん、なるみは、エネミーは、ん？エネミーは天敵。エネミー。マイエネミー。天敵って意味なの？うん。天敵って病院の方じゃないよ。敵の方？ライバル的な方で。サントリーは。サントリー会社。株式会社です。名前から難しくなってきちゃったよ。ドゥテナむずいむずい。ドゥテナコックスは、お前それ言いづらいぞ。ドゥテナコックス中小ドゥテナは言いやすい。ドゥテナは図書館で働いてる23歳の男性でしたが、うん、ある日バイトの募集でやってきました。サンダーレンスオネミー、通称サンは通称は明るくとても無邪気な女の子でしたが、ドゥテナは図書館ので働きながらも夜は高級バーで働いている
二足のわらじの男の子でした。ほっとけよいいじゃねえかよ。サンはサンはそんなドゥテラに恋をしてしまいましたが、サンの夫、サンの不倫じゃねえか、サンのお父さんミカエルは、これミカエルダメだ、このミカエルっていう名前はダメだね、うん、ジョセブは、ジョッセブ ジョッセブはとっても頑固な、頑固な、おじさんサンを図書館で働かせたのもジョッセブの言う通りにしたのです。ドゥテラはそんなサンの気持ちを全く知らずにバーに来ている男性に恋をしていました。ドゥテラが恋をした人はドゥテラよりも30近く年上の男性でした。おや、とても真摯な男性でしたが、その人は奥さんとうまくいっていなかったのです。はい、そある時サンは、ドゥテナをデートに誘いましたが、はい、ドゥテナは恋バナをしていたかったのであ、オッケーと言ってなんでだよ、サンと飲みに行きましたが、サンがベロベロに酔ってしまったので、サンを持ち帰ろうと思ってサンを持って帰ろうと思ってサンの家まで運びました。そしたらそこでいたおじさんがドゥテラが好きな男性だったのです。え、もしかしてジョセブにドゥテラは恋をしていました。ドゥテラは心の中で、これなんかありそうな話やんと思いました。ひどいよ。まあまたいい加減なこと言ってますけど、本当だよね。新しい人生の始め方、始めたの？娘の結婚式に出るためにロンドンにやってきた男性と、半ば人生を諦めて楽に生きることを選んだ女性の心温まる交流をしっとりと描く。終わり。え？ちょっと待って、聞いてた？聞いてたけど、本当に表面だけじゃん。しっとりと描く。今だって交流をしっとりと描く、あらすじを読んだら、作曲家の男性が、はい、離婚 したんだけどね、その、うん、前の奥さんとの間に生まれた娘の結婚式に出たわけ。あ、でも、うん、その娘と別れた奥さんは、うん、もう新しい男性と出会ってて、ああ、もう別の家族みたいになってた。あら、ちょっと自分だけ取り残されたみたいな。ああ、バージンロードもその男性と一緒に娘が歩きたがってて、新しいお父さんと、そう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 っていう、ちょっと切なっていう、まあでもそのもともとね、あんまり家庭的じゃなかったんだって。っていうのもあり、でその音楽に没頭してたわけよ、仕事に。でその後に結婚式出ては切なって思いつつも、まあ俺仕事あるからみたいな感じになってたら、その作曲関連の仕事がなくなっちゃって、クビになっちゃったの。うわ、でも何にもなくなったような気持ちになっちゃった。超かわいそうじゃん、うん、家族もいないし仕事もクビになっちゃってでどうしようっつって、異国の地だったのね、ニューヨークに住んでたんだけど、ロンドンに行ってたのよ結婚式って、はいはい、でロンドンで途方に暮れて喫茶店みたいなとこに入ってたら、
まあその女性がたまたま座ってて、その女性となんか言い合いになるの。知らない人でしょ。知らない人なんだけど。知らない人でしょ。相当やばいやつ。話しかけんのよ、その男の主人公の人がね。もう結構やけになってて、うん、でそれに返してちょっとやり取りして、うん、なんかちょっと仲良くなるの。なんでなんでよ。で結構な年の差なんだけど、うん、向こうのが上、女の人の方が上、女性の方が年下で、あ、下かね、うん、でまあ女性は女性で結構その生活、母親と一緒に、うん、母親が結構過干渉な方で、で母親がその干渉、うん、過剰に干渉してくる、あ、そういう表現をするね。あ、うん、人で、でその今のところ広げた方がいいじゃん。そういう表現があるんだ。過干渉って言わない？あ、過干渉ね。うん、あ、ごめん、あの干渉って聞こえて、イントネーションを変えてカタカナ的に読んでるのかなと思って。過干渉。過干渉ね。うん、方でね、はい、それまでその母親も暇なんだろう、やることがなくて。ひどい。その隣の家に越してきた男性を殺人鬼だと思い込むのよ。相当暇ない。うん、いつもなんか掃除しろよ。外に出てなんかやってて、うん、またあの人外に出てなんかしてる。気になっちゃうの、暇だから。掃除してんだよ。外ばっか見て。掃除してんだよ。で娘にもそういう感覚でいろいろ言ってくるの、うん。なんか男の人できたのみたいな連絡がすごい来る、お母さんから。でまあそれをいなんかこうまあ大丈夫よ大丈夫よって言いながら、うん、ちょっとなんか。疲れて、その女性も人生に、ね、あ、お母さんが、いや、その女性が、娘がね、うんうん、女性がって両方とも女性だから分かんねえよ。だから聞いた。本当だよね。だから聞いた。疲れちゃってね。そう、疲れちゃってる中にそれ出会って、で、うん、まあ、その女性もね、あ、その娘さんもあんまりこううまくいってなかった、新しい男性との出会いとかね、 あったんだけど、新しくできた恋人との恋人っていうか、ちょっと紹介されたりしてたの。あ、だけ ど、 どうって、なんかこう自分だけ取り残されてる感みたいな。じゃあ同じその、うん、あれね、みんなは盛り上がってるのに、あ、そういう2人がさよならパーティー的なね出会って、うん、結ばれるという、まあいろいろあったけど結ばれるみたいな。いきなり駅で知らないやつに話しかけて、それなんだこいつてめえ何言ってんだって喧嘩して、うん、喧嘩してその後なんかしないけど、まあ大丈夫かみたいな、OK みたいな感じになって仲良くなって、そのまま何エロいことするの。そのまんまじゃない、そんなエロいことはしないんだけど。いや、するでしょうよ、そんな。結局そのするでしょうよ、そのね、お互い、うん、なんで言わないんですか、告白しだすのよ、うん、いきなり実は好きだったんだって、ね、家庭がいるんだけど家庭がいる家庭がいるんだけどあったんだけど、うん、実はなんか娘の結婚式でみたいな、うん、でその日があれ二次会みたいなパーティーをやる日だったんだけど、はい、本当仕事の予定だったから、うん、俺は行ってない予定だったんだけど、今頃してるんだみたいな、娘の結婚式のパーティー、でも俺は多分のけものにされてるから別に行かなくてもいいみたいなことを言ったら、絶対出た方がいいよみたいな、すごい仲良くなって2人とも、でじゃあ君が出るって言うんだったら出るよとか言って、それで2人で行ったりするの。なんでよ、娘のパーティーに。なんでだよ、ノリめちゃくちゃいいな。行かねえだろそんな。行くの、うん、行ってもいいけどドレスなんか買ってねとか言って、意味わかんねえ、2人で買い物したりして楽しんねえじゃねえか、うん、そう楽しんねえ、そういうなんかいろんな、でエロいことすんのか。エロいことはねしてなかった。嘘だよ、本当に本当に。買い物してる相手とかにしてる、いや映ってなかっただけか。そうそう、うん、オフシーン、オフシーン。で結局そのまあ2人は結ばれるんだけど、うん、そのお母さん、偏屈な、ああ、うん、はいはい、殺人鬼呼ばれする人ね、隣人を。隣人がね何回か来るの。怖いじゃん、ピンポーンって。お母さんの世界からしたらもう超やばいよね、うん、でお母さんはマジやべえ、マジでやばい、半端ねえって思ってた、うん、来ちゃってんじゃん、うん、でもある日出るの。え、
出るのよ外に、うん、お母さんずっと部屋の中にいたんだけど引きこもりだったんですねぽかった、うん、でそのピンポンってなって完全引きこもりだと思う、うん、出たら、うん、隣人さんはなんかハムが好きでハムハムを食べませんかって持ってきてくれてたのわよくめっちゃいいやつやんで終わったここで市議のインターネットラジオ一人では長すぎる夜の第一部は終了となります。お疲れです。もうなんかさ、うんまあ、結局いろんなことがあったけどハッピーエンドな映画だったのすごく良かったんだけど、うん、ダスティン・ホフマン、はい、さんがそれだった、はい、あとエマ・トンプソンの2人、うん、だった聞いたことあるエマ・トンプソン。ああ。ダスティン・ホフマン。なんでそのちょっとちっちゃいちっちゃいツーとかを入れるやつ。ダスティン・ホフマンでしょ。ダスティン・ホフマンみたいになってるでしょ。さっきも横文字だからさ。エマ・トンプソンとかもさ。エマ・トンプソンみたいな。間違えて打っちゃったみたいな。その人たちでした。もうなんかこう予想しなくていいかなって思ってきた。から次回からはちょっと趣旨を変えた。うん内容にしていこうかと思っています。この思いつき野郎がお前思いつきこのあらすじ予想楽しみにしていた人には残念ですがもっといいさ番組をもっといいあらすじを来世に向かって作っていきたいと思います。来世来世来来来世何世全然前世の全然前世来世バージョンあ来世バージョンね君の来来来来ってこれ前もやったな。これ前もやったライスバージョンやったっけライスバージョンやったかもしれない。わかんない。マジで来世で思い出したけどさ、うん、最近ピラフって食べた？ピラフ？ピラフ。超美味しいよね。超美味しいよね。食べてない。ピラフ食べてないよね、うん。なんかピラフ食べたくない？めっちゃ食べたい。食べたいよね。ピラフってさ、うん、美味しいよ、ね。美味しい。ハッピーバースデー。トゥーユーって、ね、全然かけないね。うん。いやピラフいやこの前ね歩いててさピラフってめっちゃいいよねいや会社の中でピラフの話が出たのよへえ突然、うん、でそしたら怖いねそれいやいきなりじゃないさすがに全然なんかあるけどあるけどなんか、うん、上司がね、うん、最近そういえばピラフって食べた、うん、って言ってきたの、うん、ピラフピラフ食べてねえなと思って、うん、あ食べてないっすねって話したの、うん、したらすごい本気の顔して、うん、ピラフ超やばくねって言い出したピラフやべえってなってみんななったのなんか横にいる人たちとかみんなあ確かに食べてないわピラフ食べてないのピラフってもうそもそもさそう今を想像したんだけど色味からして最高じゃない、うん、そうだね優しさしか緑とさ、うんグリーンピースの、うん、人参のピンクでしょ赤で、うん、オレンジオレンジどっちもあってどっちもあってる人参やばいピンクと赤ってやばくないもうね改良されすぎてるね科学そう科学的になりすぎてるケミカルなやつだねあとあの黄色いのトウモロコシうんコーンねでご飯ちょっと色ついてるじゃないそうそうそうだあれすごく簡単じゃんあれバターライス作ってさあそうなのその中にだってあれ入れて今言ったその三種の神器を入れ神器その野菜入れて、うん、だと胡椒で締めて終わりじゃんそれだけの味なのそれだけであれもうちょっとなんかいるでしょないないないあのコンソメ的なさ来世でまた会おうイエーイ何今の歌知ってる？知らないんだけどラルクリアクション取りづらいんですけどラルク知らない？分かんなかったラルク知らない？時は悲しく分かんないんだけどなんでそれジョールリじゃないけどあるよねうんあるね、うん、
あの曲はすごいし、ピラフやばいよね。めっちゃやばい。ピラフ食べようかな後で。食べたい。